アビニョン大学アビニョン大学は、エクスマル西ユ大学区に属するフランスの大学。現在の正式名を直訳すれば、アビニョンとボクリュ竜図地方の大学であるが、日本ではしばしば、アビニョン大学と略称される。4つの教育研究単位と、大学実務研修所、大学技術研修所からなる。小さな地方大学で、文校を持たない。学生数約8000人。 ソレボンヌの創設に反対していたローマ教皇、ボニファティウス8世と、プロバンス博でもあったナポリオ・シャルル2世は、1303年に独自の大学を創設した。これが、アビニョン大学である。アビニョンには、当時すでに医学、進学、修辞学などを講ずる学校は存在したが、教皇領の助成金の恩恵に預かり、大学として一つにまとまり発展した。 こうした発展は、アビニョン教皇庁がフランス領に組み込まれ、フランスの全大学が一度廃止された、フランス革命期まで続いた。アビニョンは1963年に再び大学外になった。この年に科学教育センターが開設され、翌年文学教育センターが後に続いたからである。この時の各センターは、エクスマル西洋大学の理学部、 文学部にそれぞれ依存していた。1972年に、両センターは統合され、1984年7月17日には、エクスマルセイユ大学から独立した、アビニョンとボクリューズ地方の大学となった。発足当初の学部は、人文学部、自然科学部、応用言語学部の3つであり、全体で2000人の学生を抱えていた。 1988年には新たに法学部が開設され、1990年には大学技術研修所が、1992年には大学実務研修所が、それぞれ淵された。1991年にはキャンパスが10カ所に散在していたため、学生の著しい拡散を避けることと、そして市中心部の活性化を目的として、 単一のキャンパスに統合することが決定された。旧サンマルト間の敷地の整備が行われ、1997年の新学期には完成した。現在のアビニオン大学は4つの学部と大学技術研修所、大学実務研修所からなっている。サンマルトが開かれたのは学部の集中化を目指したものであったにもかかわらず、現在の大学は4つのキャンパスから成り立っている。 以下の4キャンパスのうち、最初の3キャンパスは互いに近いが、最後のものは離れている。ありがとうございます。